ご覧いただきありがとうございます。今回はコパデルレイ第1回戦 CD ブニョール対レアルソシエダのスタメン予想などについてお話ししたいと思います。試合はブニョールのホームで行われまして、日付が変わり明日11月2日木曜日深夜2時半キックオフの試合となっております。今シーズンもいよいよスペインで最も古い大会であるコパデルレイが開幕いたします。コパデルレイといえばラリーガ一部の強豪クラブだけではなく、3部以下の下位リーグの小さい地域クラブも参加する大きな大会となっています。昨シーズンのソシエダは準々決勝でバルセロナを相手に戦いまして、久保の惜しいクロスバー直撃の強烈シュートや兄貴へのあとは決めるだけのスーパークロスがあったり、カンプノーで躍動したんですが惜しくも1対0で敗れてしまいまして、ソシエダはベスト8で大会を去りました。今シーズンも第1回戦は全55チームが参加いたしまして、準決勝以外は全て負けたら終わりのトーナメント形式で試合が行われます。来月12月に2回戦、翌年の1月にラウンド32、ラウンド16、準々決勝が行われまして、2月に準決勝でファーストレグ、セカンドレグが行われて、4月に決勝戦が予定されております。今回ソシエダの対戦相手である CD ブニョールはクラブ創設100周年を迎える老舗の地域クラブです。所属しているリーグは6部リーグになりますが、2021シーズンにもコパデルレイの本戦に出場しておりまして、当時ラリーが一部に所属していたエルチェ相手に惜しくも1対2で敗れてしまったんですが、後半65分までブニョールがリードを保っていたということもあり、ジャイアントキリングを起こす力のあるクラブだとは思います。で、今回注目されている選手がいまして、ブニョールの正ゴールキーパーである44歳のパコという選手が予定通りソシエダ戦に出場すれば、コパデルレイの歴史における史上最年長選手になるということです。先のエルチェ戦でもパコはフル出場しておりまして、もともとレバンテに所属していた選手なんですが、ラリーが1部2部では出場経験がない控えゴールキーパーを長らく務めてきた選手です。驚くのは23年以上前の2000年3月に行われたレバンテ対ビジャレアル戦で、当時ビジャレアルでプレーしていたイマノル監督が出場したこの試合で、パコはベンチに座っていたということで、23年の時を経て両者が再び顔を合わせるという、23年前はイマノルがピッチに立ち、今回はパコがピッチに立っているという、すごい展開というか、パコが現役でコパデルレイに出場するというのが本当にすごいですね。で、パコは家族を養うため清掃会社などいろいろな仕事を掛け持ちしながら、これまでも現役を続けてきた苦労人でして、現在も精肉工場で勤務しながら選手として現役を続けて、しかも正ゴールキーパーとしても活躍しているという素晴らしい選手です。ですし、諦めずに現役を続けてきたからこそコパデルレイの最年長記録を塗り替えるところまでたどり着いたと思いますし、スペインのレジェンド選手と言ってもいいんではないかなと思います。ただ素晴らしい選手とはいえ、ジャイアントキリングだけは許してはならないぞと、一部リーグの強豪クラブであるということを遺憾なくソシエダには発揮してほしいと思います。で、今回ソシエダのメンバーですが、メリーノ、バレネツヤ、スベルディアは疲労を考慮して今回のメンバーには招集されず、ブライス・メンデスは昨シーズンのコパデルレイ準々決勝のバルセロナ戦で一発退場しておりますので、その際のペナルティが今回
適用されまして出場停止となっております。また引き続きティアニーとアンドレシルバは復帰とはなっていませんが、オドリオソラが今回から復帰となりましてメンバーに招集されました。続いてスタメン予想になります。今回はムンド・デポルティーボの予想となりまして、ホーム CD ブニョールは画面上部442のシステムで予想されており、44歳のパコもしっかりスタメンと予想されています。そしてソシエダのスタメン予想ですが、いつもの433のシステムで予想されています。ゴールキーパーがマレーロ、右サイドバックにオドリオソラ、センターバックがアリツとルノルマン、左サイドバックがパチェコ、真ん中3枚が右にザハリャン、真ん中にウルコ、左にトゥビエンテス、前3枚が右ウイングにマグナセライア、左にアリショー、真ん中にサディクが予想されています。当然ターンオーバーが予想されますので、ここで B チームの選手には活躍してスタメン争いに食い込んでほしいと思いますし、右ウイングで今回予想されているマグナセライアは昨シーズンヨーロッパリーグのマンユー戦でも途中出場していましたし、なんとか飛躍してほしいなと思うのと、あとは昨シーズン割とトップで出場していたパブロ・マリンも今回招集されていますので、ぜひ出場してほしいなと、かなりいい選手でしたのでコパデルレイではそういった選手が見たいなと思っています。コパデルレイ1回戦ということで、いかに控えの選手が台頭してくるかが今後の過密日程を鑑みても非常に大事なポイントになってくると思いますし、このマルカの記事でもなかなか調子の上がらないサディクについて記事が書かれていますけれども、オヤルサバルと同じ大怪我をして、オヤルサバルも今のパフォーマンスに戻るまでには相当時間がかかりましたし、サディクも本調子に戻るまでにはまだ時間はかかるのかなと思います。昨シーズンソシエダに加入前のアルメリアでは、ラリーガ一部で十分いいプレーをしていたと思いますし、ソシエダに加入してすぐゴールも決めて、これからが楽しみというところで、大怪我をしてしまって、今は残念な状態ではあるんですが、ここからオヤルサバルのように復活を遂げるのかどうなのか、アンドレ・シルバーが加入してサディクにとっても正念場だとは思いますので、なんとかコンディションを上げて試合感も取り戻してほしいと思っています。また試合が終わりましたら動画をアップしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。